都知事戦後の混乱続く、連合さんが新馬幹事長にぶち切れということでですね、こちらについて触れていきたいと思います。はい。 あのですねまあ、この YouTube チャンネルではです、ね、まあ、この都知事選の告示日の前から、まあ、この都知事選は、もう蓮舫さんと新馬さんがこうめちゃくちゃ仲悪くて、で昔ですね、まあ、蓮舫さんが新馬幹事長のもう政治生命をね、断、まあ、とうとして、それが失敗してえ、今度は新馬さんが蓮舫さんをね、まあ、やり返す場になったんで、まあ、どういう発言をしていくるのか、注目ですよみたいな言ってたんですけども、いやまさかね、都知事選終わってからも、まだこの対立が続くっていうですね、今、そういった、えー、と状況になっておりまして、 そそれこそ昨日蓮舫さんがですね新発さんのこう記者会見での発言に対して。 言っていいかしらあなたに言われたくないっていう風にですねえツイートをされてこれもねまたこうニュースに取り上げられてみたいなことがあったんですけどもで今日はこの選挙期間中の、まあ、新馬さんのこの発言だったりとかこの蓮舫さん VS 新馬さんのえところをちょっとまとめてお話をねしていきたいなと思っておりますはいということでまあもともとねあの民主党時代だったりそして蓮舫さんが民進党の代表になるときには新馬さんがねこう推薦人の一人になっててってとこでまあ一応関係性はありましたけどただ えっと、民主党政権時代言ったら大、えっと、推薦人の前のところでもい、まあ、ったらこう仲悪くなったエピソードみたいなのがねこれ、えー、記事とかにも出てたりとかまあいろんなねこう要因がある中で、えー、こうかなり、えー、系の中になっていきましたとでそんな中で、えっと、2019年の、まあ、参院選静岡選挙区、まあ、普通はねこれ定数2なんで、まあ、自民党とそして民主系一人一人,人受かって、まあ、平和に終わりましょうみたいな選挙区のところにもう新馬さんを落とすためにですね立憲民主党が特、まあ のねえー、松江の徳川家広さんをね立ててきましたと。はい で、一応ですね、ここでいくと、まあ、連合に関しては、もう完全に新馬さんを応援しているっていう状況なので、まあだから立憲とかに関しては、もう連合とかも関係なく、もうとにかく新馬さんに、これ蓮舫さんだけじゃなくて、あの当時福山、えー、幹事長だったんですけども、まあここもね、新馬さんとの関係性がみたいなとこがあって、まあとにかくもう、まあ、国民民主党の新馬和也をもう落としに来たと。はい。ただ、まあそこでですね、まあいろんなこの国民民主党の力だけではなく、いや、これ立憲よりもね、新馬さん受かった方がいいんじゃないか、 ってこういろんな裏の動きとかもありまして、え新馬さんがまあこの資格をですね、もう争いしたと、はい。でここで新馬和也という人間がもう生きながられるえる、ー、ことになります。でその後ね国民民主党のもう幹事長というねポジションを務めるようになって、まあ、毎週記者会見が行われるというね、まあ、そういった、えー、状況になりました。でそこで新馬さんの発言が結構メディアとかでも、えー、取り上げられるようになったタイミングで、まあ、蓮舫さんが突入戦に出てきましたっていう、えー、状況で、で5月の31日ですね、 お新馬さんがもう早速ですね。もうチクチク。もう刃物でやっていきますと。とはいえー、まず蓮舫さんが静岡県知事選で。まああのー。 自民,党系を自民党が応援している人を野党が、えー、倒したっていう、まあ、鈴木知事が誕生したことによって、まあ、その後ね表明されたっていう部分もあるんですけどもそこで静岡県知事選の出した際に、えー、鈴木康智さんは自民推薦の大村さんと戦い共産党の公認候補とも戦ったからねと真っ先に都議会の共産党控室に行って花束もらって一緒に頑張りましょう人生最後の勝負だと言って、えー、退路を立ったとあだから、えー、とまずあの都議会の、ね、最初訪問するときに、まあ、共産党の 控室行ってそこでね。共産党か花束をもらうみたいなシーンありましたよね。で、鈴木康友さんがまあ、選挙出る際はまあ、人生最後の勝負だと言って退路を断ったんですよ。で、蓮舫さんはまあ、この選挙退路を断ってるんですか？と。まさか選挙の後、負けたら衆院選に出ます。なんてことはないと思いますけどで、当時ね。まあ衆院選に出るんじゃないかみたいなところ言われていたので、まあそこのね蓮舫さんのこう衆院選っていうところに出るって。ところに対して衆院選に出ます。なんてことはないと思います。けど、っていうところをチクチク刺しに行ったっていうのがえっとまず一つ。 ありますと、はい、でちなみに蓮舫さんはあのー、選挙終わってからですね、まあ、今のところは衆院選は国政に関してはもう考えていないというふうに言われているんで、まあ、ちょっとここについてはね、えー、もう実際今その通りにはなってる、まあ、今のところなんでねちょっと分かんないところであるんですけどもでその後ですね 正直言って、共産党と堂々と連携する人は応援できない、まあ、常識的に首都東京だから、共産党とかもう、志摩さんも昔から共産党と組むなんてありえねえだろうみたいなね、そういった発言もされてた方なんですけども、もうしかし、首都東京で、まあ、常識で共産党と連携する人は応援できないと、えー、共産党と連携する人が東京の土地では困るってめちゃくちゃ言って、えー、かなりですね、そこに関してはもう断言して言われてるっていうような、えー、形ですね。はい でその後ですね蓮舫さんの会見とかにも触れてね、一番最初の会見で政策を打ち上げると思ったら、一番最初の会見で分かったことは、蓮舫さんが自民党、小池さんが嫌い、反自民、非小池って言ってましたが、鈴木康友さんの出馬の際、どの陣営もどの政党もどの人間も批判していない。 最初にどういう静岡県を作りたいか幸福度日本一の静岡県を作りたいかそのための具体、えー、首都東京のトップだから相手の批判も結構ですけど夢のあるこういう首都を東京にするんだぜひ聞いてみたい夢のある政策が出てくるんでしょうっていうですね、まあ、そういったところで都民、まあ、も批判や悪口は聞きたくないみたいなところで、ね、蓮舫さんの最初の出馬会見これは悲観が多すぎるんじゃないかというところもうめちゃくちゃ否定をされたっていう、えー、形でもう早速ですねもう蓮舫武蔵新馬の構図みたいなところを生み出していったっていうような、えー、形 ですねはいまあ、この共産党嫌いみたいな、ね、ところに関しては、実際あの、鈴木康友さんに関してはです、ね、まあ、新馬さんだったりとか、そして野田元総理、今回、蓮舫さん、応援入ってましたけども、えー、ここ、静岡に関しては、まあ、特に連合とかを中心に、あのー、がっつりですね、まあ、野党とかでまとまって応援しました、静、ま、岡、あ一,えー、一応県、あの地域性があるんで、そ、ま、れ、あ、もややこしかったりするんですけども、一応ね、ここに関しては共産党の候補者も別で出ているんで、だから、私は共産党と組まずして勝ちましたとで確かに 鈴木康友さんに関しては、えー、実際、浜松の自民党の方とか巻き込んで、で実際、これ、浜松の自民党で鈴木康友さんを応援した方に関しては後、ね、後とで離党勧告処分とかも受けたりもしているぐらいなんで、もしここでね共産党の森さんが例えば出ていなくて、えー、共産党が鈴木康友さんの応援に入っていたら、これ、多分自民党の動きとかも変わってたかもしれないで、結果は変わっていった可能性もあるかなというふうに思うんですけども、今、そんなね、えー、ちょっと状況にはなっていたんで、新馬さんはとにかくここに関しては、えー、かなり強気で言われてましたってところですね。でそのつ 次の週だから国民民主党の記者会見が毎週あるんで、毎週、チクチクさしてくるんですよ。で、えー、その蓮舫さんのこのね、まあ、言ったら話題になったビラですね、これ、共産党の、えー、ビラで、これ、あたかもね、蓮舫さんのビラに見えるって共産党のビラなんだけど、蓮舫さんのビラに見えるってやつがね、えー、ちょっと政治活動期間中、話題になっております、はい、で、 これに対してまず蓮舫さんこれ蓮舫さんって呼びましたかね蓮舫さんは政策集出したねなんかギリギリまで政策出さないって言ってたけどなんか政策ビューラまで配ってたよああ出したんだなと思ってどう見たって蓮舫さんの政策ビラだよねすごい具体的な政策が蓮舫さんも出してるよここに日本共産党って書いてあった蓮舫さん何もクレームつけてないってことはこれを認めてることだよね間違いなく蓮舫さんビラだっていうふうにね、えー、言われていてまあこの青ビラをね、えー、かなり批判的に言われていたとでさらに蓮舫さんがオール東京って言ったワードについてもねかなり批判的に言われていた されてておりまして反自民非声決定オール東京じゃないだよねどんな評価があるかわかんないけど国民が認めている国政政党自民党と都政の与党のファーストを許さないって言ってるんでしょう全然オール東京じゃなくて完全野党だよなそれをね維新や我々連合をですね共産党さんのこんながっつりやっといて花束もらっといて花束一周待てでまだ言ってます花束についてははい、えー、<laughs> ご一緒にって言ったってご一緒できないよね悪いけどみたいな。 で蓮舫さんって今立憲民主党の党籍あるのある立憲共産党だ本当にっていうだからこれ自民党はよく立憲共産党みたいに言ってるんですけどこれ新馬さんまで立憲共産党って言ってるっていうような、えー、形になりますと。で、えー 蓮舫さんがね、この過去、ね、まあ、言ったらえ辞職しないでボーナスを受け取っている人を批判していて、じゃあなんで蓮舫さんはこの6月の前にね、まあ、辞めないんだみたいな感じで批判を受けてた時期がありましたと、で、そのタイミングで、えー、これについても触れて、まだ国会議員やってるんだね、いつもやでやってるんだろうみたいな、えチャレンジャー、蓮舫さんがですよ、青コーナーから挑戦するのにえ、知事が新しい政策を出すまで出しませんって、それ戦略間違ってると思うねみたいな、えー、形で言われていたというような、えー、形ですね。はい、だ戦略は間違ってると。はい。 でその次の週ですね。はい まあここに関しては割と小池さん目線でね結構お話をしていたんですけどもえ今回小池さんを見てジャイアンと馬場を思い出したねとえでジャイアンと馬場って王道だからゴングがカーンとなるとスッとリングの真ん中に行くんですよ動かないそうすると相手選手がジャイアンと馬場の周りをうろ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 う回る見ている人からすると自然にねあバ馬場の方が格鋭なんだと思ってしまう強いんだって思っちゃうんでね小池恵梨子はジャイアンと馬場だね七夕の日には2メートル9センチくらいになってるかもしれないってまあ新馬さんねあのすごいプロレスがあのー だコミッショナーみたいなやつもね、えー、やっている方なので、まあ、そこでね、結構プロレスの例えとか出されたりするんですけども、まあ、あの小池都知事をジャイアント馬場に例えて、で、他のね、えー、校舎うろうろ回ってる、だいこれ、アンにちょっと蓮舫さんをね、指してるのかなっていうふうに思ったりするんですけども、で、ちなみになんか選挙終わった後と、小池都知事とね、なんか、新馬さんとは会談するときに、なんか小池都知事のが、なんか、ジャイアント馬場の親戚らしくて、<laughs> で、 あの知ってたでしょうみたいな感じで言われたみたいなね、エピソードも話されてましたけども、全く知らなかったというふうにえ言われておりました。はい。 ま都電プロレスみたいなのは、ね、あの選挙基準中話題になってましたけども鈴木みのりにチョップ受けてみたいなねまあ、こういったところの、えー、ジャイアント馬場とかね結構今回プロレスの名前とかも都知事選のところに結構いろんな記事とかでも、えー、出てきてましたというようなとこです、はい、でさらにこの会見でねあの首長になろうとする人がね今の与党を全面否定したらこれは基礎自治体や都道府県の舵取れないよ倒すことが目的でないならその後の4年間どうやって都政を解消して好きでも嫌いでも関係なく政府与党とどう対応していくのか都道府県知事一番大事なところそれをま 学校から否定して4年間の都政をどうするのか先が見えなくなるんじゃないの逆に不安に思うよねっていうふうに言われてはい、まあだからこの。 次のね、議会対応、蓮舫さん、どうしていくんですかってところも、6月14日のタイミングで言われていると。はい。で、選挙期間中ね、ちょっと注目だったんですけども、そこに関してはね、結構控えめだったかなと。で、かつ、あの小池都知事のね、まあ、言ったら選挙カーに乗って、まあ、言ったら蓮舫さんに触れていくのかどうかみたいなところを注目されたんですけど、えー、国民民主党はね、一応、小池都知事を応援してたんですけど、ただですね、あの小池都知事が、もう言ったら、他の政党、政党に所属している議員さんを、もう言ったら、マイク握らせないと。 えー、マイク握るのはその市区町村の。 市長だったりとか区長だけっていう、足立区の近藤弥生区長だったりとか、えー、太田区長だったりとか、青梅市長とか、そこの土地土地の、えー、市長しかね、マイクを握らないっていう、熊本、今年でいうと、えー、熊本県知事選公式ですね、あやっぱり自民党とかの、ね、関係性みたいなところで、えー、ちょっと言われてた時期で、あのー、そこで熊本県知事選でも基本的にあの市区町村の首長が演説をするっていうスタイルだったんですけども、まあ、今回の、えー、こういう土地でも同じスタンスでございました。でただ、選挙期間中7月3日ですね、もう情勢調査とこで、まあ、蓮舫さんが今、無党派層でもう1万 さんよりも下の3番手になってるってところねわざわざ触れてきたりとかあとね立憲民主党のトレン幹事長が共産党の候補者を連日応援していると今まで共産党が立憲を応援しているけどえ今度は共産党が立憲を応援しているってところも、ね、かなりえ触れられておりますとでその中で7月の10日選挙終わってからですはい蓮舫さんは2番どころか3番手で128万票でしょ200万票を目標にして2年前参議院選挙67万共産党86万立憲2人目37万社民6万合わせて178八 これ作戦の失敗だよね、だから178万から蓮舫さんが、えー、本来、ね、取れるはずの票が128万まで減ってるというところで、えー、かなり、ねえー、批判をされていると、はいえー、蓮舫候補へのそのものへの失望か、範囲は明らかと。 で2014年安保法制で共闘して10年築いたら立憲共産党になっているとえ、この選挙は蓮舫さんのビラを共産党が作られて、え共産党が蓮舫さんに抱きついたらと思ったら、落選が決まった開票日に蓮舫さんと小池書記局長が抱きついていたね、リアルに抱きついていたよというところで、まあ、選挙の、ねえー、開票日に蓮舫さんと小池晃さんがこう抱きつくシーンが結構カメラとかに抜かれて、ね、話題になってましたけども、まあ、このシーンをです、ね、かなりえあえて発言していると。 こととは日を見るより明らかだとであとねさらにあのゅ中に貼った R のシール剥がした方がいいねそこが最初蓮舫さん関係ないとおっしゃったんでしょうあれを見るたびに嫌な気分になる蓮舫さん思い出す人多いんじゃないかなだから結構いろんな政党の幹部クラスが R シールとかそんな触れてなかったと思うんですけど、はい、新馬さんはがっつりこれも剥がせっていうふに、えー、言われてるっていうような、えー、形ですねはいだ公明党の記者会見で R シールとか出てきてないですか <laughs> 公明党の <laughs> いろんなね今、政党の記者会見が切り抜かれる時代になってますけども、公明党のところで出てこないですから、新聞さんとかではガッツり出てくるというような、えー、形です。で、その後ね、この前も動画撮りましたけども、えー、連合の吉野さんがですね、まあ、今回こう立憲民主党と、まあ、今回の選挙の総括ところで、まあ、都知事選ではね共産党が前に出てしまって、蓮舫さんが、まあ、共産党の候補に見えてしまったと、で、これは共産党が全面に出過ぎて逃げた票があったんではないですかっていうふうに言ったところ、蓮舫さんがね、えー、連合をでぶち切れたと、現職にちょ 当選者私の範囲を現職を支持した企業が評論ですが私は今回、公契約を活用した労働条件改善を強く提案若者雇用環境改善も提案しました本来労働者を守る連合が要求する内容でもあります組合離れはこういうトップの姿勢もあるかもしれませんねというふうに。 で、まあ、これがですね、まあ、言ったら、えー、連合ってすごい立憲の議員さんとかなり支援してるんで、いやこの発言は結構いろんな影響を与えるんじゃないですかみたいなね、動画を撮っていたんですけどもで、この連合の吉野さんの発言に対して蓮舫さんが切れて、で連合の吉野さんの会長、新馬さんがかばいます、えー。吉野さんは連合という組織からすると、国民と立憲と連合が一緒になる、旧民主党の形だね、これが一番戦いやすい、それができてない理由は、立憲民主党と共産党が近づきすぎて、立憲共産党となっている。実際さっきの東京都知事選挙では完全に立 立憲共産党だね、代表選挙もそうだけど、ここと一線引けなかったらとても政権取れないよ、むろん我々との関係をですね、改善するというか、歩調を合わせることもできないね。一部、連合の吉野さんの発言に批判されている政治家や政党もあるようだけど、吉野さんが言っていること間違いじゃないと思う。だってあの選挙、共産党さんは後者出さなくて、左の票は蓮舫さんに入るわけでしょ。だったら左によるんじゃなくて、真ん中から右を取りに行かないといけないのに、さらに左に左に寄ってるんですよ。 んで演説をやっってしまった真ん中の票が行くわけないよねそれを噛みついたところそれ真実だからこれ戦略の失敗だよねっていうふうに、えー、言われていたと。で今ねかなり新葉さんの発言バーッて言った中で最後に、えー、昨日ですね蓮舫さんが「言っていいかしらあなたに言われたくない」って言われてるんで、まあ、蓮舫さんねこの発言なんか国民民主の関係性歓声に対してどうなんだみたいな言われてる方いるんですけどまあここまでこの連続で言われてたら。 言っていいかしらあなたに言われたくないっていうのはさすがに言っていいんじゃないかなっていうふうには思います。はい ま、レイホさんが、こう、噛みつかれた人に対して、えー、逆にね、えー、噛みつき返したときに、これがね、RCA っていうふうに、まあ、言われているんですけども、まあ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 、あの、ここまで、これ、ここまで、やっぱ、都知事選中、やっぱり、あの、やりづらかったと思うんで、まあ、一時期ね、まあ、新馬さんもやっぱ言い返す権利あります。一度ね、やっぱ、殺されかけてるわけですから、ただ、ここのね、中の中で、えー、あなたに言われたくないっていう <laughs>、あの <laughs>、うんのは、まあ、全然もう、ありなんじゃないかなってい思いますし、でね、やっぱ、この騒動っていうのが、まあ、 多分ねまた来週も国民主党さんの記者会見あると思うので、新馬幹事長はこれについて何て言うのかっていうのがえ注目だと思いますしまた来年の参院選静岡全局、ここね、えー、新馬さん開戦ですからここでまた新馬武ス連邦が見れるのかどうか、えー、ここもね、ちょっと注目なのかなと思っております。とというとこで、えー、今ねあの一番 7月7日以降、選挙投票日以降、ですね、えー、ツイッターが止まっている小池さんがね、えー、沈黙は金なりというところを体現していただいているというか、はい、今、小池さんが、あのー、ただただほの人が、ね、メディアに出て、えーとか、ツイッターとか X とかでし、あのー、発言して、それが叩かれて、他の人が支持下がっている中で、えー、小池さんあ今までアンチ・小池さんだった人も小池入子でよかったって言ってる人が増えているという、今、そんな状況になっております。はい えー、今後のね都知事選の騒動どうなっていくんでしょうか。はいだタモガミさんもねこうあのバイデン大統領とかの下でディープステートとかも言ってねちょっと戦ったりとかもしているんですけどもはいまあ、そんな状況の中でちょっと今後も注目していきたいなと思っております。えー、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。